アコースティック録音とは、音楽、音響の録音において、音声を電気信号に変換することなく、機械的振動を直接レコード現場に伝達して刻み込む録音方式のこと。ラッパ型の集音機を使うため、しばしばラッパ録音と呼ばれることもあり、後に登場した電気録音に対するレトロニムであり、古い録音法の意から急吹き込みなどとも呼ばれる。 初期のレコード録音においては、マイクロフォンが発明されていなかったため、蓄音機の逆の方法、すなわちラッパーに向かって、歌いあるいは楽器を演奏し、その音でダイヤフラムを振動させ、その振動を針に伝達して記録用媒体に溝を記録しており、これがアコースティック録音である。シトローバイオリンこの方式では、ある程度の音質で、記録可能な音源は、読書曲か。 小編成の気楽曲程度でオーケストラの記録はかなり貧弱な音質にしかならなかった。特にバイオリンなどの弦楽器の収録は楽器の広い範囲から音が副写、拡散するため収音用のラッパで捉えることが難しかった。このため録音専用の特殊なバイオリンとしてシュトローバイオリンが使用された。これは バイオリンの発音機構にサキソフォーンのようなラッパを取り付けて音を拡大するとともに周音ラッパの方向に音を集中させるものである。指揮者、レオポルド・ストコフスキーはアコースティック録音においてオーケストラの音を効果的に録音するためオーケストラの楽器編成を大幅に改変した。一例として弦楽器のパートに木管楽器を重ねて重要な音を増強する。逆に 打楽器が他の楽器の音を隠さないように弱めたり省略したりするなどである。これはいわば原音におけるイコライゼーションというべき工夫であり、ストコフスキーとフィラデルフィア管弦楽団が演奏したレコードは当時としてはかなりオーケストラの音らしく聞こえるため売り上げ像に貢献したという。ありがとうございます。